こんにちは、速化軸の久保でございます今回の週刊中年ジャンプのストーンさんのお話なんですけども、まあ、株や FX のトレードで勝ってる人はどういうふうに考えてるのかってことですよねこれね2つ考え方を分けて私はお話ししようかと思います2つの考え方にどう分けるかっていうと個人的にはどう考えてるかってこととこう一般的にはどうなのかっていうね一般論ですよねで私の学び方っていうのはまずはね 個人的にこの人の考え方だったらどうかなっていう形で、まあ二人の人に教えをこうたわけですよね。まあ一人はヨザツバサさんという方でございます。えー、有料の商材の GWBS っていうね、結構こう高額な部類のものなんですけども、そこに入りましてですね、まあみっちりと学んだわけなんですよ。だいたいね、なんだかんだって1年間ぐらいはね、あの取り組みましてね、そのヨザツバサ式の やり方を学んだってことでございます。まあそこで思ったのが、まあ、与沢さんのようにね、一人で80億稼げる人間の脳にはついていけないなっていうことですね。なんか与沢さんってね、なんかその感覚的にバーンと上がるんですよみたいな言い方もやっぱあるんですよ。いやそうなるとすごくね、分かりにくいというか、伝わりにくいというか、うん、なんか言いたい ことは分かるし、そういうふうな雰囲気になるんだけども、そのバーンっていうのはどういう根拠で、どういうところでバーンと上がるって分かるのかってことなんですよ。でも実際その後バーンと上がってるわけですね。だから、与沢さんには見えたんですよね。そうなる。近い将来が。でもそうなる法則が見えないんで、似たようなことが次にあっても、私はバーンとなるのかどうか分からないなってことで、ここに私がね、個人的に抑わることの限界を感じましたね。 でもう一人の方はねあのそ、ー、っ塾の中に入って、えー、一緒にやってくれた時期もあった、まあ、中村トレーダーなんですけども、まあ、あの中村トレーダーもね、あのー、自分なりの見解は言ってくれたんですけどもやっぱりこう自分としてはねあの飲み込めないところも結局残ってですね、えー、まず有益なところだけをなんとなく使わせてもらったってことになりますでこの2人に個人的に教わったわけなんですけどもじゃあ今どう考えてるかっていうね この人の手法、あの人の手法っていうのをちょっと捨ててですね、シンプルにテクニカルにだけ素直に学んでいます。これからちょっとね、その捉え方について、えー、私の考えを分かりやすく伝えていきますね。まずはね、投資に興味がある人は、ある人が知っていることを少なくとも知ることが必要だなと思ったんですよ。投資に興味がある人が知っていることね。じゃあ投資には、例えばね、あのー、 にがあるるととかっってていううのも知ってると思うんですよ。詳しいこと分かんなくても投資には FX がある株がある不動産があるっていうことも知ってると思うんですよそのくらいの知識は投資に興味がある人はなんとなく耳に入りますよねそういったものすごく基礎的な薄いところがあるんですよ。次は実際に投資をやってる人が知っていることをやっていることですよね投資をやってる人、ね、したら証券口座を作ってますとか投資の余剰資金を持っていますとか。 でそういった部分は知ってるしやってると思うんですよ。で、その段階が先ほどの上に積み上がってきます。今度はね、投資で勝ったり負けたりしてる人。ね。勝ったり負けたりしてる人っていう、そういう風なレベルがあるんですよ。勝ったり負けたりしてる人っていうのは、うん、やっぱり学び続けてるものもあるし、分かってないところもあると。勘違いしてるところもあるし、自分に素直になれないところや、 自分の考えを押し通せないところとかね。まあ、いわゆる意志の強さ弱さってものに悶えてるっていう部分もあると思うんですよ。だからその意志を強くする必要があるのかなとか考えるわけですね。じゃあ意志を強くするためには何かどんなことが起きてもやる、もしくはどんなことが起きてもやらないっていうことを一つや二つ作っていくってことで自分の意志のトレーニングができると思うんですよね。まあ、他にもいろいろありますし、 うん、ここで話すと長くなりますのでやめときますけどもそういうレベルがあるかなと。で次はですねいよいよ投資で勝っっっててていいいいるるる人が知ここことととやうですその勝っているレベルも月に23万をコンスタントに勝っている人がやっていることや知っていることこれを、まあ、飲み込んでいこうかなと思うんですよ。こういうふうに一般論の積み重ねでね まあこのレベルにいる人がやってることや見えてることや知っていることを取り入れていこうかなっていうふうに考えていくことによってだんだん自分のレベルを引き上げていくことができるんですよ。じゃあですね、FX で月に30万、50万、時には100万みたいな生活費を上回るような金額を稼ぎ続けている人の知っていることやっていることを想像してみましょう。まずこういう人はですね、 余剰資金っていう概念をピタッと守ってますね。FX に使うお金なら使うお金をまるっと100万200万確保したら、そのお金とは別に生活費、レジャー、別のビジネス投資の金額っていうのを設定してるわけですよ。ですんで、FX のお金は FX で全部使っても大丈夫だぞって感じで精神がむちゃくちゃ安定するんですよね。でも、おそらく多くの方は FX の証券講座に 100万200万300万と置き続けることはあんまりできないと思うんですよ。そうなるとその人と同じような条件で同じような利益を出すのにはまだ早いかなと思って前の段階にいることを考えるとか進めるっていうと,と,ところになりますよね。まあ、こういうふうにしてだん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 ピラミッド型になっていってじゃあ毎月毎月極端な話ですけども毎月100万 FX や株で勝つ人ってのはどのレベルにいるかなと思ったら とてもじゃないけどもその人が知ってることやってることできていることのレベルに追いついてないと思うんですよねだから追いついてなくてもいいんですよまずは自分がどの地位にいたいのか、ね、例えば株でもね FX でもそうなんですけどもとりあえず毎月数千円から23万コンスタントに勝てればいいじゃないかっていうところまでたどり着いてから月に5万10万を目指す次のランクっていうのがあるわけですよね でもどういうわけかね、やっぱりね、月で100万稼ぎたいとか、毎月生活費がそこで捻出できるようにって、いきなり思っちゃうんですよ。いや、遠い未来性ってならいいんですよ。でも、まずね、月に数千円、数万円が稼げてないのに、月に100万のはないだろうと思うわけですよ。じゃあ仮に月に100万稼ぐ方法があるとして、それできますかっていうことなんですよね。えー、例えば私は FX に、月に100万勝とうと思ってやってるわけではないんですよ。 もうちょっと抑えてもいいのになと思いながらも、結果的にはね、そのぐらい稼げちゃってるんですよね。だからもしかしたら私は、例えば今だったら月に100万稼げることを言ってる、やってる、知っている、できているのかもしれません。でも、私の場合は、外に勤めに行ってない、24時間なんだったら FX に投じることができるっていう環境を手に入れてるからできるんですよね。でも、多くの方は、生活費を稼ぎながら、 1>, 1日に10時間12時間もしくはもうちょっと長い時間を絶対必要な固定時間に取られながら FX に投じる時間投資に投じる時間は毎日持てないかもしれないなーって中でやるわけじゃないですか,かとてもじゃないけどもそんな少ない時間で生活費を上回る金額を稼ぎ続けることはまあないっていうふうなロジックになりますよねだから謙虚にまずは突破口を開けるためにこの少ない時間で月にまずはプラス3万 プラス5万を目指していこうそのために分からなきゃいけないことやらないといけないことやっちゃいけないことを整理していきましょうねっていうふうな詰め言い方ですねじゃあそうなっていくとねものすごく基礎的なことなんですけどもあの投資の基礎用知っていてマイナスになる人はいるけども少なくとも知らなければマイナス以外はないよってことなんですよね。<laughs> でその次にチャートを見るんだったらテクニカルはある程度のレベルで身につけておこうよってことなんですよ。私はそのテクニカルの手法の中で4つをおすすめしてそれができれば4対6以上の勝率を FX で叩くことができるよってことをずっと証明してきたつもりです。あとは投入資金がどんどん増えれば利益幅も大きくなっていくってことなんですよね。うん、でそういういにしてだだんだん自分の 知ってることやっててるるここととやそれと結果のレベルが一致してくるのかなと思いますえー、じゃあ最後にね一つねものすごく厳しい鉄の掟を私の方からお話しして終わろうかと思いますエントリーとロスカットは二つで一つということですエントリーをしたんだけどもロスカットラインを設定してないっていうそんなエントリーはないってことなんですよ私の場合は口酸っぱく言うのはエントリーとロスカットさらに テイク e p フィットラインテイクプロフィットラインは三位一体なんで、この三つが見えた時にエントリーしろってことなんですよね。だから、エントリーしてロスカットラインだけしか引いてないとか、エントリーのポイントだけしかないとか、そんなことはないんですよ。それはエントリーじゃないと。ギャンブルだと。そんなレベルでは勝てんということなんですよね。コンスタントに勝ち続けるためには、エントリーした瞬間にロスカットラインを引いて、テイクプロフィットラインを引いて、その割合が3対1。ね、これが私の FX。 のの道についいてくるななら必要な必要須の行為だということこの一つだけはね、今回の動画のまとめとしてお話ししていこうかと思います。それじゃあ、次回もメッセージよろしくお願いします。